こんにちは、親横です。こんにちは、バイシクルサポート系風の山崎です。よろしくお願いいたします。久しぶりです今日も、埼玉県戸田市にあるバイシクルサポート系風さんに来ております。店長さんとね、ちょっとおしゃべりをしたいなと思ってやってきました。はい、懲りもせず、はい、いつもありがとうございます。いやいや、とんでもないです、はい、メンテナンスお世話になっております。今日はね、はい、この優しさ満点な山崎さんにねまたちょっといろいろ聞いてみようかなと思ってやってきました。さあ、はい、山崎さん、はい、今日はヘルメットについてお伺いしたく、はいはい、ですね、ヘルメット、私はもう自転車歴そこそこあるんで、ヘルメットは大体自分が何が合うかなっていうのは分かってはきてるんですけど、ヘルメット買うのってめっちゃ緊張しませんか？しますかね、はい、なんかこうショップでこう被って、はい、で試着をするとなんかこう買わなきゃいけないようなプレッシャーというか、なんか緊張しすぎてどれが合ってるのか全くわからないっていう、そんな頃が私にもありまして、はい、そういうこうちょっとショップビビリーな方にお送りしたい、ヘルメットの選び方についてちょっと今日は山崎さんにお伺いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。どうしましょう、ヘルメット、はい、めっちゃこうかぶるとビビりません？はい、ビビるんです。わなんかこう人目は確かに気になりますよね。気になりますよね、はい、あと店員さんの視線も気になります。そうですね、サイズ感もこれかなみたいな。キノコかなみたいな。わでも実際はでもかぶんないとわからないっていうのが正直なところなので。そうですね。ちょっとね、そこはあえてこう。気を強く持っていただいて、目線を感じないちょっとスキルをですね、身につけていただいてメンタルの強さが大事、はい、はい、ショップ的には伺って、あ、ちょっとメット試着していいですかぐらいなノリで、あ、もう全然、はい、かぶっていただいた方が、むしろ合わないのかぶってもらう、かぶり続けてもらうよりかは、はいはい、やっぱりね、気に入って合ったものをかぶってもらうのが一番いいと思うんで。確かに、はい、ちょっとね、お店としては あそこのショップで買ったんですっていうヘルメット、なんかすごい合ってないなっていうのはちょっと気が引けるというか、あ、そうですね、確かにちょっとね、お店としてはね、僕ちょっとは許せないので、許せないそう言われちゃうとちょっと傷つくので、そうですよね、なんか適当に選んでしまって、はい、あ、そのサイズ感で売っちゃったんだっていうことですよね。そうですね、そうですね、はい、ちゃんと見てあげたいっていう気持ちもあるってことですね、はいはい、なのでもうね、はい、あるものもそんなにね、際限なく置けるわけじゃないですけど、はいはいはい、その中で被っていただいて、で気に入ったものがあれば、はいはい、買っていただければっていうぐらいなので、はいはい、じゃあもうちょっと最近ヘルメット変えようかなぐらいの軽いノリで、はい、とりあえず、ちょっと試着してみていいですか？そうですね、はい、そんな感じでいいと思います、はい。ちなみにヘルメットってどういうヘルメットがこう合ってるで、どういうヘルメットが合ってないっていうのはあるんですか？あと、そうですね、まあ、これ被っていただいてっていうところにまずなってくるんですけど、はいはい、被った時に、うん、いいですか、これ？あ、いいです、はい、例えばどっか一箇所、例えばサイドがちょっと当たるなとか、はい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 、あとは頭のてっぺんちょっと浮いててうまくこう乗っかってないな、被りきれてないなっていうようなものに関しては、はい、合ってないと思ってもらった方がいいですね、はいはいはい、基本的にこう乗っけた時に、うん、ヘルメットの中が全体的に当たってる、乗っかっている、ちゃんと乗っかっているようなものっていうのがまず一つ基準になります。あ、ちゃんと乗っかってるって感覚はあんま考えたことなかったですね、はい、確かにそう結構あるんですよ、浮いちゃってたりとか、はい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 、あとはそのよくあるのはヘルメットってこうヨーロッパのメーカーとかだと縦長に細いものっていうのが多いので、はいはいはい、そういうものだと前後は余裕があるんですけど、うんうん、横がちょっと狭く感じたりとか、はいはいはい、あとはその日本人って鉢が大きいってよく言われてて、うん、頭のこの何て言うんですかね、はいはい、脇の部分ちょっと張ってたりするんですけど、うん、そこだけ当たっちゃってて、で頭の上が浮いちゃってるとか、はいはい、そういうものも結構あるので、そうならないものっていうのを見つけてもらった方がいいと思います、はい、山崎さんは結構かぶってて、はい、合わないなってヘルメットはどっか当たるんですか、はい、浮いちゃうんですか？あ、当たりますね、僕結構この辺当たりますね。この辺当たるんですか？はい、頭の形僕実はすごく良くないので、はいはい、隠してるんですね。隠し、髪の毛で、できるだけあるうちは隠そうかなと思って、はい、分かんないですよね、こう髪の毛があるから、はい、なんかこう頭の形ふわって見えてるけど、実はみんな坊主にしたら結構ね、はい、頭の形いびつな人とか、そうですね、多いと思いますね、うん、はい、私も結構ここら辺が当たるんですよ。おで、はい、すっごいデザイン気に入ってもあーって、はい、
なっちゃうものダメですね。そうですね。だからそれなんかはやっぱり細長いヘルメットっていうのが多いですよね、はい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 、きっとね。ここが細いので確かにここの頭の前側当たるっていうのはまあそういうことだと思います。なるほど、はい、じゃあ被ってみて頭がこうちょっとフィットする感じがあるっていう感じですかね。はい、はいはい、でその後に被っていただいたら、はい、ちょっと後ろのダイヤルをこう絞っていただいて、はい、ピタッとしたところでちょっとまあきついかなっていうと頭痛くなっちゃうんで、うんうん、きついかな一歩手前ぐらいまで締めてもらって、はい、軽くこう揺すってもらった時に上でこうずれちゃうようなヘルメットっていうのも合わないなと思います。揺するちょっと軽くこう、まあはい、あんまりに揺するって必要はないんですけど、はいはい、ただまあ自転車乗ってると振動常に受けるので、はいはい、その時にこうバタバタバタって頭の上でずれちゃったら、うん、かぶりづらいというか不快ですし、はいはいはい、実際その頭にぴったり乗っかってないで動くっていうのはすごい重さを感じる原因にもつながるので、はい、実はちょっとメガネとかもそうなんですよ、はいはい、メガネもどんなに軽いフレームでもちゃんと顔に乗ってないとフィットしてないとすごい重く感じたりとかずれやすかったりするので、はい、それと一緒でヘルメットもしっかりと締めた状態でずれないかっていうのもポイントだと思います。はい、そうですね。リュックとかもよくピタッて合ってると重さを感じづらいとかって言いますよね、はい、なるほど。じゃあ私の場合は例えばこのヘルメットを、はい、まずはかぶってみて、はい、全体的に浮く感じがないか、そうですね、あとは、はい、まあ、軽くフィットしてて当たる場所がないか、はい、で、でん締めてみて、はい、軽く左右にまあ、動いた時とかもフィットしてるかなってことですね。そうですね、はい、あんまりこれがグラグラ動いちゃうと確かにそうですよね、うん、よくない。 はい、あとはその頭を守るっていう意味でもあまり、はいはい、よくはないですね。なるほど、はい、だそうです、はい、なるほど。あんま考えたことなかったですね振ってみるっていうのは、はい、確かに私は常にここで選んでいたのでグリグリっていう、確かにでもフィット感も大事だなと、はい、っていう感じですね。なるほど、はい、であとはかぶっていただいたかぶり方ですよね、はいはい、よくこうすごいこうしゃくってというかしゅっと、そうですね、最初女の子かぶり始め、はい、なんかこういう行為ですよね、はい、ちょっと中学校とか高校のタイプの鉢巻きみたいなかぶり方される方いらっしゃるんですけど、いますね、こういうこれだとやっぱり守りきれないの で、 そうですよ、ね、しっかり前深くかぶっていただいて、はい、そうですね、はい、で眉上ぐらいですかね。そうですね、眉上ぐらい、はい、で髪の毛もできるだけこう目にかからないように避けて隠していただいて、はい、かぶっていただくのがいいですね。はい、はい、キュ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 、こんな感じですかね。はい、はい、で顎ひもパチンと締めていただいて、はい、で顎ひもは、これ結構OGK さんとか、はいはい、ヘルメットメーカーのホームページとか見てもらうと書いてあったりもするんですけれども、はい、顎のここ通らないぐらいできつすぎると首苦しくなっちゃうんで、はいはい、まあ、指1本から2本入るぐらいっていうような、うん、はい、説明だったりするので、それに準じていただいていいと思います。はいはい、あとは結構忘れがちなのはこの耳の下のこのバッテンというかクロスしてる部分、はいはい、これがですねあんまり下側行っちゃってたりするとかっこ悪かったりとか、確かにあとかぶりが悪かったりするんで、はいはい、ちゃんと耳下にかかるような感じで、はいはい、なんかこれも合わせたかのようにぴったりですが、そうですね、ぴったりこれだったら大丈夫ですね、はい、こんな形で、はい、調節していただくといいと思います。はい、はい、だそうです。はいはい、じゃあ皆さんメンタル強く持ってちょっと試着したいんですけどって言って試着をする、はい、そしてまずは聞いていただく方がいいと思います。はい、はい、お店の方にも、ね、はい、お店の方もやっぱりうちのショップで買ったって言って合ってないヘルメットをかぶってるの確かにそうですよね。ちょっとね、今後がちょっと付き合えば一度だけじゃないから今後に響きますね。はい、はい、ということなので聞いてみてください。はい、でケフさんも、店頭にも在庫がありますし、はい、あとは、場合によっては聞くとね、もうちょっと奥にも在庫があったりするそうです、ね、ちょっとそんなにね展示スペースが広くないので、うん、はい、ストックしているものなんかも場合によってありますし、はいはい、ぜひお声掛けいただければ、はい、ビビリあるものに関しては出します。はい、ケフさんにもぜひ相談をしてみてください、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、あと何かお知らせありますか。お知らせ、お知らせお知らせなんでしょう。プレゼンテッドバイケフさんなので、お知らせ4時間の方が11時から、19時まで、はい、定休日水曜日で、営業しており、それが営業してますので、お近くにお越しの際はぜひ
遊びに来ていただけたらと思います。はい、はい、遊びに来ていただけたらと思いますあのお店の入り口のところに、まあ、ロードバイクちょっと立てかけるぐらいだったら、あ、そうですね、はい、はい、大丈夫です、はい、できると思いますので、はい、あのライド中でも立ち寄りますので、はい、ぜひお越しください。お願いします。施錠だけちゃんとしていただければ。そうですね、はい、一応見えますけれど、はい、あの長めの鍵持ってくればガチャッとかけられるかなと思いますので、はい、持ってきてください。よろしくお願いします、はい、では以上です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、この投稿いいなと思いましたらぜひグッドボタンとチャンネル登録、そして山崎さんへの質問もあればぜひコメント欄によろしくお願いします。お願いします。では以上です。またね。